こんにちは、たまたま子です。ジャッジアイズ続きやっていきます。前回ななみさんとのデートを終えて、メインストーリーは木戸から情報を聞き出すっていうところになってるんですけど、いやーまたね、まだね、さなちゃんのデートとあまねさんのデートとまだまだ残っているので、ちょっと今日もデートを進めていきたいと思います。で、まずですね、メッセージが来てるので、ななみさんにメッセージを出したいと思います。前回一緒にこう調査を手伝ってもらうっていう名目でデートをしたんだよね。で、メッセージを送ってみましょう。デートに誘う、結構いい感じだったんだよね。前回この前の調査の時話してたけど、二人で遊びに行かない？来た、はい、喜んで。おー、やったやった、となんか前向きに考えてくれるようになったよね、ななみさん。念のために聞くけど、二人でだよね。ゆっこはいらないよって言ってるのか、これは。もちろんですよ。今度はゆっこは連れて行きません。よかった。お、今日はディナーにしませんか？おー、ななみさんから提案してくれるの嬉しい。お、いいね、そうしよう。集合はいつもの場所でいい？劇場前広場のゲーセンの前あたり。はい、楽しみにしてます。あ、これでそっか、ななみさんとのデートも取り付けたことになったのか。あるね。あ、これじゃないわ。あ、これか。あ、で逆に、あれ、今ここにあったさなちゃんのデートがなくなったね。じゃあまあ、ななみさんのデート先行っちゃおっか。待つ。なんだ今、なんか壊れた音したけど。あ、あれ、なんかななみさんいつもと格好違う。え、かわいい。やがみさん、あれ、その服装今日はちょっと張り切っちゃいました。どうですか？かわいかったけど、どっちの方が嬉しいんだろう、ななみさん的には。いつもはなんか綺麗めな感じだけど、可愛くしてきてくれたから、可愛いの方がいいのか？女子的には可愛いよりも綺麗の方が嬉しいけどね。まあ、綺麗にするか。綺麗だ。あ、よっしゃー、綺麗だね。ななみさんに似合ってるよ。やった、やった。綺麗め系狙って正解でした。あ、よかったー。スカート珍しいね。はい。男の人と会うときはスカート避けてるんで。あれ、俺はいいの？はい、今日はいいんです。おー、喜んでいいのかなどうですかね。あ、いいじゃんいいじゃん。あ、プレゼント、そうだよね、渡そう。買ったんですよ、このめっちゃ高いやつ。いや、なんかこれ多分ななみさん喜ぶんじゃないかなと思って買いました。スマートでエレガント、行きましょう。ななみさん、これプレゼント。え、いいんですか？てか、これものすごく高いやつじゃないですか？ま、ポンポン買える価格じゃないね。でも俺の気持ちだからわあ、よかった。え、ちょっと待ってちょっと重いけど嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと困った顔してる。気が向いたら使ってよ。そうですね。そうですね。いや、スマートウォッチ使ってる人に時計プレゼントするのは結構タブーだと思うけど。まあまあまあ、よかった。高すぎて惹かれちゃった。マジか。ああ、そうなんだ。難しいな、プレゼント選び。さて、遊ぶのはどこにしよう。ああ、どうしよっか。ドローンレース前行ったし、ダーツもやったから、バッティングセンターにする？バッティングセンター行くか。バッティングセンターで運動でもしよっか。はい。はい。私も一汗かきたい気分だったんです。いや、ちょっとさなちゃんとはバッティングセンター行ったからな。ちょっと被るけど。まあ、見てもらいましょう。今日は二人でだね。賑やかなゆっこがいないと寂しいですか？はは、そんなことはないよ。今日も勝負しようか。ええ、ぜひ。お、バッティングセンター勝負。勝てないわけがないね。行きましょう。
わあ、ちょっと2本外しちゃったけど、まあ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 、8本ホームラン打ったらいいでしょう。許してくれ、ななみさん。ま、こんなものか。私に比べたら全然すごいですよ。あ、嬉しい。よかった。サナちゃんの時は、調子でも悪かったんですかって言われたもんね。よかった、よかった。で、デートを楽しんで、あー、なんか確かにスカート姿、珍しい。かわいい。女子感出してきたね。あー、楽しかった。楽しい時間はあっという間に過ぎますね。あ、じゃあ解散するわけないだろ。どっかで座って喋る？そうですね。はい、そうですね。ご希望は？お酒が飲みたい気分から。あ、そうだよね、ななみさんお酒好きって言ってたもんね。いいね。じゃあ近くにバンタムがあるからそこ行こうか。あ、前にも行った場所だね、ゆっことも一緒に。バンタム。お、来た。お酒、結構強いの？まあまあ。いえ、そこそこです。お、結構いける口だね。八神さんはどうなんですか？俺もそこそこかな。いける口、ですね。ははは、そうだね。さて、何を話そうか。今日なら結構切り込んでも大丈夫そうだな。確かに、わざわざ。男性の前ではスカート履かないって言ってるななみさんにスカートを履かせた男ですからね。さて、とりあえずお話を聞いてみるか。え？二つしかないけど、飲み比べをする。マジで？お酒強そうだし、ここは一つ飲み比べをしようか。うわぁ！お、いいですね。いや、乗ってきた！うちの会社、バリバリ体育会系なんで、正直私強いですよ。いいね。だけど、ただ飲み比べをするだけじゃ、興がない。そこで、ちょっとしたゲームをしてみようか。ゲーム、ですか？ああ、これからお互いに、お互いについての推測をしていく。それが当たってたら、ウイスキーをぐいと飲むんだ。一回ずつ、交代でやる。やばウイスキー、ロックとかかな？結構だぞ、それ。え？何ですか？それ。面白いでしょ。観察力や推理力があれば、相手のことをバンバン言い当て、酔わせられる。どう？観察力やお酒の強さに自信があるならやってみない？はあ、ああ、八神さん、そうやって女の子を口説いてるんだ。ふっ、どうかな。口説かれる覚悟があるならやってみようよ。わかりました。受けて立ちましょう。うわ、ノリいいな。よし、じゃあななみさんが先にどうぞ。なんかあんまよくわかってないけど、ルール。そうですね。それじゃあ八神さんは今彼女がいる。え、これはどうすればいいんだ？いきなりそうきたか。え、待って待って待って、ちょっと待って、ルールがあんまよくわかんない。え、いないから、いないよって言っていいんじゃないの？飲まない。外れ。彼女はいないよ。そうなんですね、上がった！え、でもなんか結構上がり幅少しだな。割とあるのかな、この飲み比べの会話。じゃあ次は俺の番だね。なんだか緊張するな。エッチな質問はなしですよ。さて。うわ、いっぱい出てくる。どうしよう。あ、でも彼氏が5年以上いないわ。これは当たってるんじゃないっけ。行ってみよう。彼氏がもう5年以上いない。あ、よし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 。あ、うん、そういうことか。当たってたら、飲まなくちゃいけないのね。お、当たり？そうですよ。もう随分とご無沙汰です。欲しいと思ったことは？ないことはないですけど、でも私、今は仕事だもんね。はい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 。仕事が恋人ですから、彼氏なんていりません。そんなこと言ってたら、世の中の男性が悲しむよ。八神さん？それじゃあ、八神さんは悲しいですか？
それは質問にカウントしていいのかな？そうですね。はい。では、八神さんに質問です。あなたは私が彼氏がいらないと言っているのを聞いて悲しんでいる。うおー！あ、飲んだ！勝手に飲んだ！答える間もなく。よし。悲しい。すごく悲しいよ。なんでそんなことを言うんだ。酔って泣き上戸になる人じゃないですよね。さて、どうだかね。じゃ、俺の番だね。いや、なんか面白いな、このゲーム。さて。あー、なるほどね。これちょっとよくわかんないけど、一人で時々あれをしている。これなんだろう。人に言えないバイトをしたことがある。年上の男性が好き。年収は500万以上いってる。言ってそうだよね。ギブアップはないでしょ。今好きな人がいる。いや、これはまだ好きではないんじゃないか。料理は苦手？別にこれも特にヒントなかったよな。年収500万以上いってる。これは確実じゃない？年収は500万以上もらってる。そういう方向できましたか。まあ飲むよな。仕事大好きで毎日仕事忙しくしてる人はそうでしょう。おお、結構もらってるね。残業代込みだとですよ。うち休日出社だって普通だし。ぶっちゃけいくら？秘密ですよ、それは。あ、相手になる男がなかなかいない。そんなことはないんじゃない？俺だと釣り合わない。いや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 、こっちにしとこう。相手になる男がなかなかいないね。ななみさんと釣り合う男が。そんなことないですよ。じゃ、八神さんはそんな私に劣等感とか感じちゃいます？感じるの？嘘！え、そうなんですか？っていうか、今のカウントされてるんですね。ななみさんみたいな美人相手にしたら劣等感を感じるだろうさ。そんなお世辞言っても何も出てきませんよ。じゃ、俺の番だね。勝手に飲みやがった。どうしよう。ちょっとこれはなんか仕掛けてみてもいいかもね。年上の男性が好き。なんかどちらかと言ったら年上好きそうだもんね、ななみさん。行こう。年上の男性が好きだね。聞き方。どうかな。お、いいぞ。なんか飲み方かっこいいな、ななみさん。へえ、年上ね。私、仕事ができる人が好きなんです。だから、なんとなく年上なのかなって。じゃあ、俺とかどう？ぐいぐい行きすぎるのもちょっとな。じゃあ、俺にも可能性はあるってことだ。6歳年上だし。よし、上がったね。いいね、いいね、いいね。その質問はルール違反なんで、答えません。あー、これダメなんだ。なんだ、残念だな。ま、仕方ない。じゃあ、俺の番だね。なんかずっと俺の番じゃない？どうしようか。いや、行ってみるか？行ってみるか。この流れで、今、好きな人がいる。どうだ？どうだ？どうだろうな。好きな人か。うわやったー。これはいいぞ。いるんだ。マジ？やっとななみさん、なんかちゃんと恋愛対象に見てくれてる感じする。はい。誰？てか異性？どうでしょうね。そっち？どうでしょうね。芸能人かもしれませんし、友達的な好きかもしれません。どっちの意味で取ったの？そういう質問の仕方はルール違反ですよ。それに今度は私の番ですし。
ま、そっか。じゃあ質問どうぞ。ですね、これ次なんかプラスになったりしないかな。その好きな人って俺とかさ。ちょっと楽しみ。あの、八神さん。八神さん、実は寂しがり屋ですね。どうだろうな。勝手に飲んでいくんだけど、八神氏。かわいい、笑ってる。見かけによらず、そうなんですね。何これ、ちょっと酔っ払ってきて急に呼び捨てしちゃうぞ。うん、最近妙に寂しくて、七海さんに会えない時に限って。あ、なんだ、さん付けか。あ、いいよ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 。そうなんですか。もうからかってますね。ははは、ほんとだよ。七海さんはどうなの、一人暮らしだよね。まあ、でも寂しさはあんまり感じないかな。忙しすぎて感じてる暇がないのかも。それもあるし、寂しいね。そうですね。そうですね。じゃあ、お次は八神さん、どうぞ。特に増えてないか。さっきの話の続きだけど、好きな人って、俺とかあるかなと思ったけど、これ結構全部聞く感じなのかな、もしかしたら。なんか忙しいって言ってるから、結構コンビニ弁当とかで済ませちゃうこと多かったりしない？料理は苦手？料理か。おー、そっかそっか。まあ作る機会があんまりないのかな。やっぱり自炊することがほとんどないんです。ずっと会社にいるから。だからあんまり自信ないです。自分も苦手で共感するのもいいけど、食べてみたい。いや、でも苦手って言ってるのに食べてみたいってどうなんだろう。いや、こっちで行くか。こっちで行こう。七海さんの手料理を食べてみたいよ。いや、やめた方がいいですよ。コンビニ弁当の方がずっとマシです。手料理は誰が作ったかが大事だ。七海さんの手料理なら高級レストランより上さ。あ、上がるんだ。よかったよかったよかった。八神さん、お上手ですね。じゃあ、私の質問ですけど、弁護士の仕事を辞めて後悔している。おー！残念。後悔はしていないよ。全くもって？ああ、探偵の方が性に合ってる。へえ、弁護士の資格取るだけでもすごいのに。八神さん、我が道を行く人ですね。ま、そうかもね。じゃあ、俺の番だね。あ、これもう全部聞くんだな、やっぱり。じゃあ、人に言えないバイトをしたことがある。人に言えない仕事？あるんかーい！なんだろう？なんだろう？大学時代に、ガールズバーとか、そういう感じかな？お酒好きそうだし。あるって言えばありますね。親には言いにくい仕事っていうか、何それ？別にいやらしい仕事じゃないですよ。病欠した友達の穴埋めで、キャバクラみたいな仕事しただけで。あー、なるほどね。なるほど。確かにちょっと親には言いにくいかも。八神さんはどうですか？人に言えない仕事。結構やってるよね。人に言えないっていうか。まあ、人をボッコボコにすることはよくしてるけど。飲みましたなかなか言いづらいよね。へえ、あるんですか。まさに、この間、七海さんとした仕事がね、あー、そういうことか。そっかそっか、嘘をついて、依頼をしたっていうやつね。どんな仕事ですか？それは言えない。業務上、守秘義務があるからね。そうですか。そうですか。残念だな。じゃあ、俺の質問の番か。
あー、じゃあもうこれ最後聞くか。一人で時々あれをしている。は？は？だから一人で時々あれをしている。伝わってないぞ。よくわかんないし。あのあれって何ですか？ま、そこは想像に任せるよ。なんだ、なんだろう。あれ、時々あれをしてる。おお、マジで？お、ええ、一人で時々カラオケに行ってます。あ、なるほどね。は？あれって人からのことかと思ったんですけど。いやいや、そりゃないよ。八神さん、想像に任せるって言ってたし、エッチな質問はなしって言ってたでしょ？言ってた。じゃあ、私の番ですよ。八神さんこそ、一人で時々、あれをしている。飲むんかーい。何のつもりのあれなんだ？あ、そうなんですか？そりゃまあ、ね。ちなみにあれってのは人からのことですからね。君はそういうつもりだろうけど、俺がどういうつもりかは想像に任せるよ。意地悪。じゃあ俺の番だ。え、これもうないけど。あ、ちょっと限界かも。酔いが回っちゃった。はいはい、これ以上飲むと危険な気がします。危険な先を見てみたい気がするけど、無理はしないでいいよ。ここまでにしよっか。だいぶ飲んだな。あ、よしよしよし、上がったー。ありがとうございます、八神さん、優しいですね。お、え、最後に聞けるのね、これを。恋愛対象として八神をどう思うか。あのさ、真面目に聞きたいんだけど。ん？何ですか？俺のこと、恋愛対象としてどう思うか、考えてほしいんだ。真剣に答えた方がいいんですか？もちろん。そうですね。素敵な人だと思います。尊敬もできるし、かっこいいし、話も合いますし。ってことは、脈ありって考えていいのかな？もしも、世界の中から一人、絶対に男性を選べって状況になったら、八神さんは今のところ最有力候補かもしれません。おー！それは嬉しいね。すごく。もしもの話ですよ。いや、でもそうだよな。恋愛をするっていうところがまだ、ちょっと、あんまり前向きではないんだもんね。じゃあ、写真撮るか。そうだ、ななみさん。せっかくだし、記念に写真でもどう？そうですね。え、っていうか、そっか、意外と、ハート4をマックスにしたけど、それでも、微妙なんだな。そっか、決め手となるポイントはなかったか。よし、撮れた。これでいいかな。オッケー。話切り上げちゃうけど。結構いろいろ聞けたけど、どうなんだろう。そろそろ店を出ようか。はい。はい。そうですね。あ、酔っ払ってる。かわいい。あれ、なんかろれつが回ってない？そんなことないです。あらら、結構酔ってるね。こんな楽しいお酒、久しぶりだな。あ、いいね、いいね。なんか、普段のこう、ななみさんのきちっとしてる感が、少しね、こう、外れていいんじゃない？八神さん。八神さん、なんだか今日は、おぉ！帰りたくないな。え？楽しい時間が終わっちゃうのは、寂しいです。かわいい。俺も同じ気分だよ。え？まさか？いやー、もう一軒行っても、もう飲めないでしょう。いや、どうした方がいい？カラオケとか行く？タクシー呼ぼうか。いやー、なんか寂しいよね。ちょっと紳士的だけどさ、誘っちゃうか。じゃ、
もう一軒行く？今日はとことん飲もうか。おお、飲みに来た。おお、マジか。朝までオールします？あ、いいね。八神さんのこと信頼してますから。マジか。朝まで？あ、マジで？どうなっちゃうの？朝になっちゃうの？これから行くのか？それとも行った後か、これ。あ、なんかうまくいってるな。ゆっこさんのおかげだな。待って、なんかこれやばそう。ゆっことかが通りかかったりする？あれ？ななみさん？どうしたの？なんだ？え？やばい！あ！そっか、ゆっこ舞台やってるって言ってた。あ、こんななんかチラシ大きく貼るぐらいのしっかりした舞台なんだな。あ、バレた。道理であの女の人見覚えがあるわけです。あのターゲットゆっこだったんですね。八神さんは知ってたんですか？それは知らなかったなんてことはないですよね。調査対象のことなんですから。うわー、めっちゃいい感じだったのに。そうだよな、バレるよな。いやー、もうこれ以上嘘を重ねるのはやめよう。謝ろう。ごめん、知ってた。あー、ゆっこと結託して私を騙したんですか？ごめん、君をデートに誘いたくて、それでつい。うわー、もうお酒も冷めちゃったよ。恋も冷めちゃったか？なんであんなことをしたんですか？ごめん、ななみさんとなんとかデートしたくて、つい。いやー、もっと謝ろ、もっと謝ろ。八神さんも嘘をつく男だったんですね。やっぱそうだよね、嘘嫌いだよね。え、嘘つき。信頼してたのに、すまない。うわあ、マジか。だからいろんなこと話したのに。ななみさん、さよなら。さよなら。うわあ、あんなに楽しかったのに、一気にどん底だ。くそ、俺はなんてことを。これでもさ、ゆっこと、あの結託した時に断ってればよかったのかな。ちょっとキムさん、うるさいです。ちょっと待って。これ、どうにかなるよね、さすがに。あ、ななみさんにメール出せる。デートのこと、謝っておかないとな。ななみさん、今日のことは、ごめん。返信はしてくれない、よな。マジで終わっちゃう。ちょっと待って、ゆっこ。遅れる。まずい、ななみさんにバレた。バレたって？ゆっこさんが変装して調査のふりをしてたこと。なんでですか？完璧な演技だったのに。いや、そこじゃないんだよ。ゆっこさんが出演してる舞台のポスターが貼ってあって、ななみさんがそれを見て。忘れてたんだな、きっと貼られてることとか。ごめんなさい、手違いで。カムロ町に貼ってあるはずがないし、それにあの劇、稽古で怪我人が出て無期限延期になってたんで、回収されたはずなので大丈夫だって思ってたの。ごめんなさい。いや、俺も悪いんだ。ゆっこさんの提案に乗ったわけだし。ななみには私から説明しておくわ。でもななみさんからも返信ないし。これさ、ななみさんもうアウトになってたりする？
どうかな。あ、ちなみにこの雨宮さくらさんっていうのは、なんかマッサージをやっている人らしくて、八神探偵事務所にいるときだけマッサージを呼べるらしいです。3000円でマッサージしに来てくれるらしいですね。一回来てもらったんですけど、いい感じでした。いい感じでしたっていうのもあれだけど、普通のマッサージ屋さんです。あの卑猥なものではなく、針とかもやってくれますね。で、どうしよう、ななみさんとのお話終わっちゃったけど、いやー、ななみさんがね返信してくれないからしょうがない。さなちゃんとデートしちゃおう。クソ野郎。八神さん、はい、さなちゃん、どうも。デートはしごしてる。